勝利の法則は決まった。はい、こんにちは、タカチャンネルのタカです。今回は仮面ライダー平成ジェネレーションズファイナルビルド&エグゼイド with レジェンドライダーを見てきた感想を言いたいと思います。バイクアクションが素晴らしかった。クローズの坂東龍河がレジェンドライダーを通して成長していく過程、そこが見れたので良かったですね。これからどんどんクローズも活躍していくと思うんで、公開日に見に行ったんですけどもね、腰に不調を抱えてまして動画撮れなかったんで、本日は12月12日に撮影をしております。というわけでね、パンフレット、通常版のパンフレットですね、裏面を向けるとこちらなんですよね。キャスト陣がね、変身前と変身後ですよね。いやー、いいですね。かっこいいですよね。ここにアンクがいるってのもいいですよね。レジェンドライダーについては個別に変身していく形になっていました。ネタバレ要素なるべく避けたいんですけど、ネタバレになっちゃうってのありますよね。ネタバレ嫌だよって人はね、動画止めてもらっていいんで、見ずにね、高評価のボタンをお願いします。はい、よろしくお願いします。ストーリーからさらっといきましょう。まずエニグマ起動。平行世界移動装置エニグマを使った何者かの企みによって2つの世界が1つになろうとしていた。1つは仮面ライダービルドとして戦うキリュウ・セントたちがいる世界、もう1つは仮面ライダーエグゼイドとして戦っていた北条 M たちがいる世界だ。この事件の黒幕はビルドの世界の東都政府のもと研究員だった最上海星。彼は2つの世界をドッキングさせることによって全てを消滅させ、自らは永遠の命を手に入れようとしていたんだ。人類に残された時間はあとわずか。地球最大の危機に伝説の彼方に去ったはずのあの戦士たちが立ち上がった。ビルド、エグゼイド、そしてオーズ、コーゼ、ガイム、ゴースト、6人の仮面ライダーが世界の消滅を阻止するため今力を合わせるという内容ですね。このね、パラレルワールドが合わさるっていうね、世界の消滅を防ぐみたいな話はどっかで聞いたようなと思ったんですけど、やっぱりディケイドを連想しましたね。ディケイド2がね、平成最終章としてやるんじゃないかっていう噂になってますけども、そこを連想したんでやっぱり気になるところでありますよね。はい、レジェンドライダーの活躍がね、素晴らしかった。特にオーズがね、一番優遇されてましたね。やっぱ CSM が出るっていうのもありますしね、期待値が高まっちゃって、その分やっぱり前作と比べるとやっぱり一斉変身っていうのはなかったんで、個別で変身していくって形だったんで、そこら辺はちょっと当たりなさをちょっと感じたのは正直なところあります。ただ良かった点もたくさんありますね。ラストで曲が流れてくれたりね、戦うシーンでは流れなかったんですけども、ラストでちゃんとメドレーとしてね、今までのレジェンドライダーの曲が流れてくれたのもあったり、この最上海星っていうね、男がね、今回の黒幕なんですけどもね、演じるのはミュージシャンのね、大月健二さんなんですけども、この人のね、演技は素晴らしかった、本当に。どこから切り取っても悪役だなっていう感じがしましたね。1人2役でね、演じてくれたんですごくね、いろんな顔が見れて面白かったです。オナイと神のやり取りがね、すごかったですね。そこがね、ちょっとね、笑っちゃいましたね。ダビッド・トック・スパークリルの活躍もね、よかったです。そちらとね、仮面ライダー・エグゼイド・トゥルー・エンディングの、ラストでビルドがエグゼイドの力を奪って去っていきましたよね。そこから続いている話なんで、からの続きのなとなって描かれている話なんで、エグゼイドトゥルーエンディング見てよかったなと思いましたね。夏映画と冬映画がつながっているみたいな感じになってたんで、すごくね、見てて感動しましたね。そしてね、今日は買ったのはデラックス仮面ライダーダブルフルボトルセットですね。じゃあなぜ買ったかっていうと、アブの原案だったのがこのビルドなんですね。最終号でこっちのダブルになったみたいなんですけど、だからね、このね、ダブルってつながりがね、どっかにあるんじゃないかなっていうね、思ってね、
ダブルがもともと好きだったっていうのもあるんで、ダブルが平成2期の中では一番好きですね。こちら買いましたね。 EX レッドキング、こちらはね大怪獣バトルネオかな、なんかそういうなんか番組があって、そちらに出てきましたね。すごくかっこいいですね。この色がねかっこいい。黒いっていうのがね、炭みたいですもんね、見た目がね。コマ撮りアニメーションっていうのね、光斎藤さん知ってるんですよ。コマ撮りアニメーションってすごく面白いですよね。レイ・ハリーハウゼンっていう方わかるかな。そちら映画監督なんですけども、モンスターみたいなのがなんか骨の怪人みたいなのが出てきたりして戦ったりするんですけども、そういうコマ撮りアニメーションの先駆者的な存在のレイ・ハリーハウゼン、あの人の映画もすごく面白くてハマって見てた時期あったんですけど、ここねやっていきたいなと思っていることがたくさんあるんで、こうご期待ということでね、はい、よろしくお願いします。ソードシリーズも買ったんで、今のところ全種類集めてあるんで、そちらも開封してねちょっと遊んで見たいなと思ってます。今回はこの映画の感想だったんですけども、ちょっと余談としてねたくさん話しちゃいましたけど、ぜひねこの映画面白いんでもう一回見に行こうかなと僕も思ってます。大人が見ても十分楽しめる映画です。はい、子供だけじゃない。今回はこちらの感想と、今日購入したおもちゃの紹介でした。今後のね動画もねぜひ見てください。よろしくお願いします。少なくても動画投稿続けます。はい、よろしくお願いします。チャンネル登録、まだの方よろしくお願いします。まあ登録してなくてもツイッターでね更新情報を出していくんで、ツイッターでフォローしている方はねチャンネル登録できればしていただきたいですけども、まあ、どうしてもしたくないよって人はねツイッターでねちゃんと更新情報を流しますんで、そちらからアクセスしたりとかね、プロフィールから参照してねチャンネル飛んでもらったりしてもいいですね。まあそうしていただいてもいいんで、頑張って投稿していきますね。頑張って動画を更新していきますんで、どうぞよろしくお願いします。というわけで次回もまた見てくださいね。グッバイ。